さ、2人って珍しくない？珍しい。あの、私とマニマニの共通点はアラサーなんですよ。30過ぎ女で、そうで、私が今年31で、マニマニが30歳。そう、1個下なんだよね、実は。そうなんです、近いんですよね。そうだから、今回はまあちょっとね、アラサーを代表して旅に出ようと思ってます。旅、はい。ただよ、ただ、まあ、ちょっと2人じゃさ、ちょっと寂しいじゃん。そうですね。今回同じ同世代のアラサー女子をお呼びしました。お、はい。じゃあちょっと会いに行きますか。行きましょう、アラサー女子に。はい、じゃあマニマニさん、会いに行きましょう。会いに行きますよ。どこにいるんだろう。楽しみですね、本当。どこにいるんだろう。本当楽しみですね。あれ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 どうした、あれどうしたの、こんなとこで。わかりますか、マニマニさん。わかりますよ、動画見てますから。おー、嬉しい。じゃあちょっとあの、自己紹介してもらっていいですか、お二人。はい、元令和草住民の皆さん、お久しぶりでございます、ひいこです。わー、いいですね、久々にひいこ。いい、ね、めっちゃ久々やね、クリスマス。お隣の方は、おやっほー、うまちょみだよ。お姉ちゃんのもちょみです。こんにちは。ありがとうございます。生で見れて嬉しい挨拶、めっちゃ嬉い。あの、まあこの3人意外と年齢近いんだよね、うん、そう。だから私ともとみさんが同い年で、うん、でひいことまにまにが同い年そう、イエーイ、そう、だからもうほぼ同級生なんで。確かに、確かにね、はい、うん、で今回は恋愛運を爆上げしたいなと思いました。出た出たよ。まあアラサーといえば恋愛ですから、うんうん、確かにね、はい、はい、なので、まあ、恋愛運を爆上げしつつ、うん、まあ、食べ歩きたくさんして、はい、楽しい一日を過ごそうかなと思ってます、うん、いやー嬉しい、ありがとう。これで私もう今年は絶対マッチングアプリ勝利やね、もう本当に。今年は短いや、でもね、この動画が出る頃にも彼氏できてる可能性あるからね。どうしよう、ね、効き目ないかもしれない、うんうん、やばいかも、はい、そう、だから今回はマニマニの運転でお願いします、うん、マニマニさん。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。ということでですね、うん、まあ、今回は、まあ、食べ歩きももちろんするんですけど、はい、私たち悩めるアラサー女子なので。悩めるね。はい、ちょっと、まあ、恋愛に関するね、質問を。好きだねいつも私は恋バナ好きだし、まあ、もとみさんといえば、うん、確かにね、もうマッチングアプリ系なんで。いやー、しましょうしましょう恋バナ。そんな皆さんに、うん、視聴者さんが質問してくれてるんで、はい、いくつか質問しますね。質問、うん、もし好きな人ができたら尽くすタイプですか、尽くされたいタイプですか。でも私は尽くしたいタイプ、意外と。うん、尽くしそうだよね、うん、意外とね、意外とね、ジェントは、うん、そう。私も尽くすタイプ。おお。でも尽くすってどんなことするんですか。確かに確かに、なんか例えば、まあ、できるできないはさておき、料理作ってあげたいなとか。わかる、わかる、わかる。私もお弁当作ったもん、3ヶ月付き合った男に。めっちゃいい、かわいい、かわいい。言ってたね、家族ラインに。家族ラインにこれ作ったんだけどって。え、その元から喜んでくれた。喜んでくれた。めっちゃいい彼女、うん、そんなこと普段やんないのにさ。わかる、そうなのよ。いや、その話聞いたら多分私尽くさない派かも。尽くしてもらいたい。本当、料理なんて作ったことないし、作りたいとも思ったことない。いやマジで、うん、めっちゃ嫌いだもん料理いやわかる、そう、めんどくさいが勝っちゃうかもしれない。わかる、そう、料理嫌いだけど、ちょっとそれでもちょっと頑張ろうみたいな、なる。あ、そっかそっか。じゃあこれも結構多い質問で、おみんなの好きなタイプは。おお、じゃあまずビジュアルからいこう。あ、確かに、わかりやすい、わかりやすい。見た目が好きか。背高いのはやっぱいいかも。背高いの好きですか、うん、何センチぐらい。177以上ぐらい。刻むね、刻
そう刻むね。自分がちっちゃいからかな。え、ない意味ない。いや、私逆に自分が小さいから、うん、あのめっちゃでかすぎる人苦手かも。180とかはもうなくていい。もうなんか175以下ぐらいに。あ、そうだ、バランス派で。あ、私もでも175ぐらいまでしかちょっと。そう、なんかさ、多いってなんない？筋トレがいて。あ、そっか。多い。首痛め、ね、首痛め。痛めないですか？そう、首。そう、確かに。全然私はもう同じぐらいから180ぐらいまで全然いい。うわー、幅広い。大きくてもどっちでもいい。でも結果付き合ってる人はちっちゃい人が多い。あ、本当？そうなんだ。元美がヒール履いて並ぶぐらいの。確かに、ね、そういうタイプ多いかも。え、何センチですか？私162。お、あ、うんうん、そうかね、うちらの中では大きい方だ。そうね。え、みんな160ない？ない。153とか。あ、あら、かわいい。かわいい。え、結構だよね。私55。え、いいよ、いいよ、そこそんな大事なの、これあなたよ。え、マリワニは？マリワニ私58です。あ、マジそんな高いの？マリワニ私ちっちゃく見えるね。あ、でも多分頭でかいから。いやいやいや、めっちゃちっちゃく見える。違う、あとあれだ、中身か。中身大事。中身編。私はもう一貫して素が出せる人。あー、大事かも。うん、もうヘもこきたいのよ。はい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 、はい、彼氏の前で鼻もこじりたいから。あー、わかるわかるわかる。そういうことができる人じゃないとダメ。あー、なるほどね。気遣いたくない。え、そんなことできない人っています？逆に。いや、いるでしょ。おならとか意外となんか長く付き合ってないとちょっと出せんかもしれない。確かに。あー、まあね。みんなはどうですか、内面？でも私は前も言ったけど、もう愛情表現めっちゃしてくれる人がいい。あー、なるほど。もうもはや話し合いできる人がいいわ。お、あー、大事。なんだろう、やっぱ価値観がさ、こう絶対に全部が合うって難しいじゃん。だからなんかそこをこう黙ってとかじゃなくて、ちゃんとこうお互いが話せて理解できるのがいいな。まとも、ね、成長してる。マッチングアプリを数々やって、元美さんが元美さんのやっぱり、ね、視聴者としては嬉しい。何だよ。確かに3年やると学ぶよ。確かにね、学ぶね。それは学んでも、でも生かされてないじゃん。内面というかあれですよね、食事の好み合わないとやっていけない。あー、確かに。それはめっちゃ大事。箸持ってない人とか実は苦手ですね。あー、なるほど。え、でも持たせればいいじゃん、箸は。強制すればいいじゃん。あ、持ててないよって。マニュアルが指導すればいい。結婚についてみんなの意見を聞きたいです。みんなは結婚願望はある？一応、マジいつでも。明日でも全然。希望だけ言ったら、現実的なこと考えたら無理だけど、なんかもう心の希望はでも全然いつでも。本当かな。すぐにでもしたいけど。いや、分かる。ちょっと一人じゃさ、どうしようもできないじゃん。そうなのよ、はい、結果ね、うん、しかもやっぱもう誰とするかなのよ、うん、いつじゃなくて、ね、響く響く。誰とするかなのよ、いつじゃなくて、うん、ね、誰とするかなのよ、本当に。結婚したいぐらいさ、本当好きでいい人がいたら、いや、わかる。みんなすぐにでも、いや、したい、ね、したい。結婚がその価値があるかっていうと、そうじゃなくて、本当に誰とするかだと思う。いや、そうなのよ、本当に。だから結婚願望があるかないかで言うと、ありもするし、別にじゃあそういう人がいなかったらなくてもいい。めっちゃわかる。そうなんだよね。めっちゃちゃんとした答えすぎる。そうだね。これはまず一旦挨拶してもらっていいですか？ちょっとちゃんとし。やっほー。ということで、川越に着きました。はい、来ました。はい、で、まあこれからちょっとね、食べ歩きしていきましょう。やったー、久しぶり。買いました。かわいい、かわいい、かわいい。顔が一番いいやつ選びました。ね、めっちゃかわいい。だからちょっと、各々の食べたいのとか、うん、見つけたら買いに行こう。めっちゃかわいいです。え、めっちゃかわいい。ミッフィー、え、めっちゃかわいいね。ミッフィーのお店なんだ、ここ。そしてヒーコがお団子買ってますね。はい、ゲットしました。いいね。そう、めちゃくちゃ絵に描いたようなお団子。ね、本当ね。美味しそう。美味しそう。これは映えそう。うん。そして卵型のバームクーヘンと、まだ食べてない団子です。かわいいね。パンダ。ということで、買ってきました。ゲットゲット。いいね、めっちゃ買ったね。めっちゃ買ったよ。おいしそう。ね、ちょっと紹介しますか。まず元井さんが黄金団子です。おー、おいしそう。もう霞んでるパンダの団子と卵型のバームクーヘン。
だから ミッフィーちゃんショップのソーダと、そうソーダゼリーでしたっけ、ソーダゼリーと、とパンパンですね、いただきます。今冬だからさ、うん、あのね、ゼリーが入ってる、ゼリーとサイダーみたいな、あ、めっちゃうめー、かわいい、うん、ね、ほんとにかわいいわ、確かに、もう映えです、いただきまーす。おしとやかに食べるね。あ、なんかちょっと汚いなそんなことちょっと汚いなおしとやか、おしとやか、おー、めっちゃいい、おいしい、醤油なんだろうこれ、味噌だと思う、うん、確か醤油ではない、なんか味噌の味がする、うん、うん、あ、これね、マリラに待ちしまったパンダもうちょっとさ、ちょっとなんかさ排気ガスめっちゃ浴びてるからもうちょっと、ま、我慢できなくて、我慢できなくて裏側かじってる、お待たせ、はい、うわー、あ、え、一口でいった、強っちょっと食べてこやばいやばい、おいしい、いやー、いいね、おー、なんかプロってる、プロってる、すごい、なんかこれバームクーヘンの中にカスタードが入ってるみたいな、うん、おー、うまっ、すごいすごっ、めっちゃ美味しそう、うん、いただきます。バームクーヘンだ、おー、バーバー、おいしい、みーちゃん、この私の食べかけを一食食べたら、ね、やっぱ絶対嫌なんで、もう家族でも無理、なんでえ、ダメ、娘さんの食べかけダメ、みーちゃんが食べんと、マニマニのチンプどもがこれ食べないかんくなるけん、みーちゃんが食べてあげんと、いや、あんたが全部食べないのよ、この残しからする人なんてが全部食べて、いいのこれ、なんかいいね、美味しそうに、おいしい、うん、はい、こちらミッフィーのね、あんパンということでちょっとめっちゃ真っ二つ、すいません、悲惨な感じになっちゃってますけれどもいただきます。うん、珍しくない、粒あん、粒あんなんだ、うん、意外となんか和な感じよ、和、そうなんだ、うん、和、和、和、でもこう見たらヒーコとのとみさん似てるわ、やっぱ、いやでしょ、うん、いやめっちゃ似てるよ、めっちゃ似てる、なんか私の髪型とか、あ、そう思った、髪型は似てる、パクって、いや、まあ、真似されたんだよ、私が、すごいよ、なんか口紅とかも全部私と同じの、私が今日同じ色だと思った、そう、確かに、で、なんか寄せてくんの、私にいや、寄せてないし寄せてないし、自意識過剰だわ髪の長さも同じぐらいだから、そう、めっちゃ似てる、髪型も、え、めっちゃ似てるよね、うん、ディズニーの写真がほんとそっくりで、そう、双子みたいだった、双子、双子、え、ヒーコとマニマニはどんくらいぶり、2回ぶり、なんか1回ぶり、スカデバス遊びに行った時に、夏だ、夏、あ、そうそうそう、あ、そっかそっか、じゃあ結構久々なんだ、あ、ほんと、もう私なんかタカピロくんとかさ、おのっちくんとか、おのっちくん、あんまりよくくんづけする人あんまりいないですよね、くんつけてる人まだ会ってない、あ、そうなんだ、うん、わ、会ったことないですので会いに来てよ、ちょっとまた来たいですね、来てください、もとみさんも今度来てほしい、え、今日は行きたいです、そう、意外とレオさんメンバー会いたがってる人多いから、うん、まあ、会いましょう、会いましょう、会いましょう、普通にめっちゃ美味しそう、おかき、おかき、え、あ、おかきなんだこれ、ね、これ見て、濡れおかきのハバネロ、すごい、すごい、匂いがやばいもん、ここからでも、ね、匂いがもう激辛のやつ、あ、かん、私は普通の通常の濡れおかき甘口醤油味はいいね、安定の、安定の、あ、めっちゃ美味しそう、普通の海苔、海苔買いました、海苔、海苔の、海苔のおせんべい、やばそう、おぉ、こんな超激辛って書いてるもんね、激辛を思い出すね一人で勝手に激辛をやってますけど、激辛をね、え、ここ、ここ行っちゃっていいですか、うん、まあまあ最初は、うん、最初はね、ピザピザピザ、あ、やばいかも、やばいかも、やばいかも、え、食べ終わった後が、うん、え、めっちゃ、めっちゃ、ちんたま行ってみよう、え、めっちゃ辛い
あ、今めっちゃもとみさんの食べ物二人仲良くね、うん、いいな、なんか、うん、平和で、うん、美味しい。ぬるおかけ初めて食べた。ほんと、うん、美味しくない？美味しい、マジで美味しい、ね、結論で、うん、ぬるおかけじゃなくて普通のおかけが美味しい。ねえ、美味しいよ。芋けんぴ、うん、芋けんぴのなんか薄いバージョン、うん、美味しいね、うん、マニマニも食べなよ。ありがとうございます。こんな感じですね、結構量ある、うん、いただきます。美味しそう、うん、でおばあちゃんって思い出す。あー、確かに美味しい、ね、美味しいな、ね、これ食べながら行こうよ、神社。そう、行こう、ね、で結構甘いけど、優しい感じ、感じ。え、これは美味しいね、ね。うわ、いい、楽しみだね、うん、いいですね。あ、すごい、紅葉が、本当だ、めっちゃ綺麗。あ、ここ、ここ春が、私のお茶器を取る。待って、ここここですね、多分。おー、入ってないけど、あ、ここだ。え、あ、本当だ、ここだ。やばい、来た。はい、ということで皆さん、ここはあの恋愛のパワースポットです。いやー、なんかやっぱ、なんだろう。感じる？気がね、すごいもん。もうすごいパワーが高まるね。高まる。じゃあお参り行こう。うん、まずお参り行こう。行きましょう。長いな。何お願い事したんですか？私は YouTube とのご縁。おー、素晴らしい。頑張りますっていう。素晴らしい。私はやっぱりもう健康ですね。ここ恋愛の神様だから、ね。じゃあ健康とのご縁ですね。また健康とのご縁だね。はいはい。確かに。確かに、私は来年は絶対に彼氏をお願いしますという。あ、今年できますきっとね、多分ね。だから元美さんに彼氏ができたらここの神社は効果があるっていう証明。お礼に来ないそう、ま た, また、うん、めっちゃ遠いけど確かに運転します。運転しますありがとう。すごい、お芋なんだ。何これ。あ、かわいい、さつまいもの形になったおみくじだ。ほんとだ、あ、川越芋みくじっていうんだ、うん、あ、で、これがあれだよ、なんか魚釣りする。あ、いけますね。あ、いけそう、いけそう。あ、いけた、いけた、いけた。これがいいね。おー、いけそう。頑張って、頑張れ、頑張れ。全然釣れないんだけど。あ、オッケー。私これだ。あ、あ、いけた、いけた。あ、おー、釣れました。かわいいです。よっしゃ、開けよう。あ、開けよう。大吉がいいな。お、大吉です。マジ？めっちゃいいじゃん。いやー、あ、やっと、大吉です。おお、え、待って、先いいですか？はい、どうぞ。大吉です。末吉です。みんな大吉になるかと思った今。ちゃんと証明されたね。え、ちょっと待って、でもさ、おかしくない？一番大吉になってほしい人。ちょっと、え、書いてあるよ。
てるけど一瞬。運気右肩上がり、うん、相性活発で優しい人。相性どうですか？あ、相性気軽に相談できる人。おどっち？あ、いや相談できない、相談できない相手は近くで見守ってくれる包容力のある人が良い。もう書いてある。おかみさんの数日の結果は、数日の結果は話しやすい人か聞き上手な人。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。過去の失敗からなかなか最初の一歩が踏み出せないことがあります。めっちゃ合ってる。どうしよう。やだ、出会いの場には積極的に足を運ぶように心がけると良いでしょうって。じゃあまあこのままね、来年も来年も頑張って。私でも成人してから初対面です。そうなの？マジ？出ない、基本今日で、今日で今日。これめっちゃ可愛い。可愛い。これ何もらってもらってっていいみたいです。可愛い。やった。せっかく川越まで来たからね、のとみさんは。いやー、ほんと、どれにしようかな。何肌守りって。あ、なんか自分の体を守ってくれるみたいな。へえ。はい、ということで、お守りを買いました。イエーイ。あれ、のとみさんは何？これは出会い恋ですね。おお、直球でございます。叶いそうですね。命令系ですもんね。確かに。これは寄り添い守りって言って、うん、寄り添い、もうすでにお付き合いしてると長続き。おお、素敵。え、中どんな感じ？中は開けますね。かわいい。あ、めっちゃかわいいね。2つをこの離さずにずっと持ってるのがいいらしくて。おー、説明聞かなかったら一人ずつに言ってたかもしれない。確かに確かに。これで恋愛運爆上がりですね、私たちも。また1年後ね、会ったらいろんな話ができると思います。含みすごい。はい、ということで、はい、さっきあの神社出てちょっとお腹減ったんでガストに来ました。そう、ちょっとおしゃれカフェとか行きたかったんだけどさ、ちょっと意外とね、なんか時間もないし見つけられないしで、時間ない。何頼みましたか？私ともちゃみはチゲだ、チゲうどん。美味しそう。で、マニマニが明太パスタのハーフ。めっちゃ小さい。で、私はネギトロ丼頼みました。いいですね。はい、食べましょう。ということで、はい、まあ、ちょっと動画の最後にね、はい、ちょっとあと2個ぐらい質問答えてちょっと終わるかなと思ってるんですけど、うん、じゃあまず質問、うん、どこからが浮気だと思いますか？女友達と2人きりで遊んでも平気ですか？本当に女友達なら私は大丈夫、2人でも、うん、大丈夫。本当にね、女友達とか行って女友達じゃない場合があるじゃないですか。それをこっちが見極められるかどうか。うん、私2人はちょっと嫌だな。嫌だな、私はそっちかも。なんか別にその2人で行く意味って思っちゃう。確かにね、絶対 100% 何もないとはさ。確かにね。まあね、どんなに信用してても、 その心配をするくらいだったら、まあ2人じゃなくて行きますよね。その人がさ、なんか友達だと思っても向こうも女の人はさ、好きかもしれないですよね。まあ、それを考えると確かにそれは友達だ。許可を出す出さない側がさ、嫌だなってちょっとでも思ったらさ、それがさ、こう手つなぐだろうとか、なんかそのご飯行くだろうと、私はもう浮気と思う。だからお互いの価値観の問題だよね。すごくどっからが浮気かってなったら、経験値が分かる。一番ない恋愛マスターの、マスター、マスター、誰よりも勉強されてる。言い方悪い、言い方悪い。恋愛の勉強されてるからね。恋愛の勉強されてるからね。実践は積んでないけど勉強はしてるから。すごいすごい、確かにめっちゃいい回答だね。じゃあ質問、告白する方ですか、それとも告白される方が多いですか、また一目惚れはありましたか？一目惚れしたことはないですね。学生とかはあったかも。中学生、高校生とかは、うんうん、かっこいい、好きみたいな感じだ。かわいい、かわいい高校生時代だ。逆にマッチングアプリは私は一目惚れが多いの。あ、でも直接会って、あ、でも
マッチングアプリの出会い方ってさ、見た目とかさ、今現段階で分かってることでしかその人のことをさ、評価できないじゃん、プロフィールと。そう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 。だから逆に、あ、かっこいいからもっと見たいかもっていう風にはなんか、告白する方ですか、それともされる方ですか。私はあれですね、自分からあんま人を好きになることがないので、アプローチされて好きになる。ああ、いいな、なんかモテてきた人生だった。モテないですよね、きっと。初めて付き合ったのが19とか。うん、おー、そこそこそこ。私でも好きだったら行く、普通に自分から結構行っちゃうかも。なんかちょっと悩んでる時間があって思っちゃう。ああ、意外と。え、なんか両片思いがいいっていうのはもう大人になってからないんですか。いやでもそれはもうやってられない。そう、もう今はもう結果が全て。あー、すごい大人ってなんかさ、自分が好きだけどさ、向こうが好きじゃなかったらさ、そのなんかもう何ヶ月思ったってさ、あの振り向いてはくれないわけじゃん、うん、だったらもうさっさと告って振られたらもうまあ諦めるかみたいな。仕事できそうっすね。いやいや、できない。昔に比べたら、まあ、アラサーの方が時間のさ、それそのもうタイムリミットあるじゃん。そう、うん、だから一つの恋愛に対してさ、そんなもうさ1年とかかけて売れないみたいなさ、そう短期で結婚してたから、それが気になるので、一つの恋愛時間かけてられるよ。私も絶対自分から行くね、そんなの。確かにね、去年だっけ、ディズニーシーでさ、告白してさ、ディズニーシー行って、なんかちょっといい感じになると思ったら、いや、ちょっともう帰ってみたいな感じになって、横浜で一人で、あの一泊二万するホテルに泊まったから、急遽。やばい。え、それ見てないかも、見なきゃ。いや、やばかった。いや、冷静じゃなかったよね、去年の1年とかは。去年とか一昨年ぐらいは。でももう2年もするとどんな人かとかも分かる。顔で分かります。もういや、もう最初のフィーリングだから、1回目のデートで分かる。すごい。もう、あ、この人とはもう次時間を使っても多分もう先がないなとか。そうなるんだ。もうマッチングアプリで困ってる人はぜひ求めてみてください。私何も教えられないのかも。この後も、ね、恋愛トークするんで、その続きはまとめさんのチャンネルでお願いします。ぜひ皆さん見に来てください。ということでね、私たちはゆっくり食べてゆっくり帰宅しましょう。はい、そうしましょう、はい、じゃあみんなチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。令和相談室の中で誰がタイプ？誰がタイプ？じゃあちょっと真面目に答えていい？うん、真面目に答えて。ともきくん。